おはようございます。釣り子 TV です。これね、エレメンツのダヴィンチですけども、最近 SNS とかをよく見ていたら、何やら待望の大きなサイズのダヴィンチがいよいよ登場するっていうことで、にわかにですね、その方近辺が慌ただしくなってきているんですけども、自分も友達とかとね、あそこの釣り具屋どうかな、ここの釣り具屋どうかな、何日ぐらいに入荷かな、なんていう感じで、まあ、ダヴィンチね、でっかいの出たら買いたいな、なんていうことで、虎視眈々と、狙っているんですけども、そこでビッグニュースで、エレメンツからね、すごいね、楽しいイベントがスタートしているんですよね。これね、SNS がアップロードした時点からね、見ていたんですけども、気がついたらね、もうだいぶ締め切りも近くなってきちゃうということで、皆さんもし知らない人がいたらね、お伝えできたらなぁなんていうふうに思うんですけども、まあ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 、こういう感じでね、エレメンツのホームページを見ると、久我さんがですね、なんか、初めてのプレゼント企画っていうことで、なんとね、特定の条件をクリアして応募するとですね、発売前の、ダヴィンチ240がですね、手に入っちゃうかもしれないっていうね、こういうすごい面白いキャンペーンやってくれているんですよね。で、まあいろいろとね、見ていくとですね、簡単に言うと、そのエレメンツのね、各 SNS、インスタグラムとか、あとはツイッターであるとかを、登録してですね、それにハッシュタグ、私のダヴィンチ、2020ね、このハッシュタグをつけて投稿すれば投稿は OK ね。で、最低10名当選確実としますっていうね、風に書いてあるんで、結構どうなんだろう、今応募数どれぐらいかわからないんですけども、確率としてはね、もしかしたらね、その240が、ゲットできるいいチャンスなんじゃないかなと思ってね、これもしまだ、やられてない方いたらですね、ぜひね、チャレンジしてもらいたいななんて思うんですけども、で、応募期間がですね、7月7日18時七夕の日から応募締め切りが2020年の7月17日金曜日っていうことで、結構あっという間に来ちゃうんですよ。18時まで OK だよっていうことなんですけども、なので例えばダヴィンチで釣った思い出の魚とか、こんな使い方してますよとか、なんかすごい綺麗に撮ったダヴィンチの写真とか、まだ、ダヴィンチを持っていない人、このタイミングでプレゼントで手に入れたい人なんていうのも、ダヴィンチについての熱い思いとかをハッシュタグをつけて投稿することによって、もしかしたら当選するかもしれないということで、で、注意点としては、当選の、ダヴィンチ240のカラーは選べませんというところと同じ、投稿は不可、ボットなど使った複数の応募など失格としますと、まあ、ここら辺はね、気をつけてっていうことで、あとね、当選した場合はその各その個人の SNS に当たりましたよって連絡が来るみたいなので、当選者と連絡が取れない場合はキャンセルとしますっていうね、ことが書いてあるので、で、ここにね、ですね、エレメンツのツイッターアカウントねと、久我さんのインスタグラムのアカウントとツイッターのアカウント、こういったね、このタイミングで登録してねなんていうね、応募条件、ここら辺をまず守って、あとはハッシュタグ、お忘れずっていう感じでやれば OK みたいですね。何にしてももう17日っていうとね、週明けてあっという間なので、自分のね、ダヴィンチ好きな仲間なんかも早速ハッシュタグつけてですね、過去に釣った思い出の魚なんかね、インスタグラムに投稿していたので、これはぜひとも狙いたいね。で、ちょっと分かりづらいよっていうところは、エレメンツのですね、この、久我さんが作った動画がですね、YouTube でエレメンツとかダヴィンチとか入れるとね、いっぱい出てきますので、このね、サムネイルの動画、これを見るとですね、その熱い思いとか、あとはどういったところがポイントかな、もしかしたら当選確率が上がっちゃうかもみたいなヒントなんかもね、隠されているかもしれないので、ぜひ見てみてください。で、このエレメンツの SNS に登録しておくといいことがね、結構あるんで、何かっていうと、例えばこれね、ウェーブネットとか限定で、あとイベントとかでしか買えない SSP カラーっていうね、唯一インナープレートが入っているギラギラのね、
なかなかいい感じのダヴィンチなんですけども、こんなのもね、確か、去年のシーバスフェスタね、エレメンツ参加しますよ、キャスティング取り扱い開始しますよ、なんていうのがあって、で、その会場ではですね、このね、SSP カーラー、特別に販売しますよ、なんていうのがあって、で、会社も近かったんで、ネットではね速攻売り切れちゃっていつも買えないけど、あそこだったらイベントだったらいけるかもなーなんていう感じで、その SNS の投稿を元に行ったところ、欲しかったカラーがバッチリ買えて、でその後 2,3 日でね、これね早速70アップだっけな、なんか結構いいサイズのシーバスが釣ることができたんで、思い出なんですけどね。そんな感じで SNS 投稿をね見守っておくとね、とんでもないこういったビッグチャンスに遭遇することがあるんでね、もし知らない人ほんとね、ピコピコ見るとね、もうほんと直近でね、240出るみたいなんで、結構待望ですよね。元の形みたいなのは結構展示されていたんですけども、釣りの展示会とかでお話を伺ったら、まあいろいろね、その生産のタイミングとかいろいろな兼ね合いでちょっと、まあでも来年の秋前にはね、この白パターン前にはなんとか絶対出したいみたいな思いは聞いていたので、まあちょっとね、今回自分もどうにか釣り具屋さん巡って手に入れてね、もうだいぶねビッグベイトもね釣れるシーズンになってきているはずなので、ここら辺とか、あとはもし240手にあったら、まあそこら辺もね使ってね、釣りしていこうかなっていうふうに思います。これはねちょっと熱いキャンペーンなんで、思わず、動画の題材でね、取り上げて、やってみました。でどうなんだろう、これこの動画に私のダヴィンチ2020とかハッシュタグ、あでもこれインスタグラムでもないしな、ツイッターでもないしなんてね、考えながら、いろいろやっていったら、もしかしたら当たっちゃうかもしれないよっていうね、そんなね面白いキャンペーンなので、でそれでインスタグラムとかでね、そのハッシュタグで入れたら、いろんな人がこんな使い方しているんだなんていうね、そんな投稿も見ることができるかと思いますんでね、みんなでこのねお祭りに、乗っかって、なんか盛り上がって240発売を、待ちわびようじゃありませんかということで、まあねこれねシーバスでは自分結構餌みたいな感じでね、投げてるんでもうボロボロですけども、またね新色とか出たらね、ちょいちょい買い足していきたいななんて思っております。まずは240をみんなで手に入れましょうということで、はい、というわけで本日の釣り子 TV はちょっと取り留めもなくなってきちゃったんですけどね、エレメンツからね、ビッグニュースね、ダヴィンチ240発売前のモデルが SNS 投稿で手に入るかもしれないよってね、ハッシュタグ私のダヴィンチ2020キャンペーン始まってるよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。